この箱何でしょう。何もロゴが書いてありませんが、怪しくないですか。箱の中身は何でしょう。こんにちは、作るに夢中、三峰すずです。私は今、秋月電子の2024年福箱を求めに埼玉は八潮に向かっています。秋月の福箱は初めて買うのですが、大きな段ボールに電子部品や計測機器が詰まって1万円ということで、とってもワクワクです。やはり大人気らしく、今年は去年の倍の数を用意しているとの告知もありました。お店には開店よりだいぶ前に到着して、駐車場で列形成、無事に購入できました。並んでいる人数からして、おそらく200セットを大きく超える数が用意されていたような気がしますが、開店時間より前に完売していました。やはり大人気ですね。購入できた喜びを 3D スキャンでお届けします。お待たせいたしました、開封です。綺麗な箱に収められていますが、動作未確認品です。お、 PC オシロスコープですね。ラテパン、これはいいかもしれません。LED のリボンケーブル。スターゲイザーって何でしょう。なんかちっちゃな基板。こちらも何らかの基板ですね。USB ですかね。デジタルマルチメーター。これは普通に役立ちそうです。なんかキットのパーツ組み合わせでしょうか。そしていつものお楽しみ袋。こちら何も書いてありませんね。何でしょう。こちらも茶箱ですが、こちらはラベルが貼ってありますね。そして最後に白い箱です。これで全部です。一つずつ見ていきましょうか。最初はアビオシスの IP センサー9216です。こちらは接点や温度センサーの状態を監視するネットワークデバイスです。16個の接点、2個の外部温度センサー、1個の内部温度センサー、3個の電圧の監視と3個のファンの制御をイーサネットやシリアル経由で外部から行います。設備などの遠隔監視に用いるデバイスでしょうか。商品ラベルによると7000円。秋月電子は9216S を今も販売中です。次に LED のリボンケーブルです。 RGB LED が45個並んでいて、防水加工がしてあります。 RGB の色ごとに全て一斉に点灯するタイプみたいです。ネオピクセルのような個別制御ではなさそう。電源は 12V です。 LED はいくらあってもいいですからね。そのうち使うと思います。おやおや、パラレルインターフェースのケーブルが入ってますね。ピコテクノロジーのドクターダック計測アダプターです。 PC とパラレル接続するデータロガーです。オシロ、抵抗値、光量、pH、温度、音、デジタル入力の取得や信号生成ができます。これは動作確認する環境を用意するのが難しいですね。マニュアルでも USB パラレル変換器を案内していて、時代を感じる構成です。後継商品で USB 接続仕様もありますが、こちらも含めサポート終了のようです。こちらの商品はラベルによると5100円です。秋月電子ではセンサーのセット品がまだ販売しているようです。これなんだか楽しそうですよ。ハギソニックの屋内で即位するためのキット、スターゲイザーです。天井に専用マーカーを貼り付けて、装置側に取り付けたカメラでマーカーを検出します。ロボットに取り付けたりしたら、いろいろできるんじゃないかと想像が膨らみますね。2009年頃の技術のようです。こちらは商品ラベルによれば24,500円とのことです。表面実装 IC をディップへ変換する着脱可能なソケットのディップ化変換基板ですね。28ピンの SSOP パッケージに対応しているようです。秋月電子では取り扱い終了。商品ラベルはなかったのですが、おそらく800円ぐらいだったのではないかなと思います。シングルボードコンピュータ、ラテパンダ 2α800S です。これは PC に AVR ATM が 32U を搭載した SBC で、 PC 的な使い方だけではなく、
外部デバイスの制御などにも応用できます。 CPU は Core M3-8100Y、 RAM は 8GB、 ストレージはなし、 Windows ライセンスは付属しないモデルです。これはもしかしてモバイル PC が作れるんじゃないでしょうか。秋月電子では2α800S の取り扱いは終了していて、商品ラベルによれば 45,800円です。これはちょっと謎の基板、商品名はスマートコネクトボードです。 Bluetooth 機能が内蔵されていて、スマートフォンから専用アプリでピンの入出力ができるようです。ただし専用アプリの Google Play Store での公開は終了していて、 APK ファイルの提供となっています。基板上には Bluetooth モジュールの RN42、そしてピンの制御をしていると思われる MSP430 マイコンがあります。秋月電子では取り扱い終了、商品ラベルでは6800円です。デジタルマルチメーターと大きく書いてあります。マステックのデジタルマルチメーター MY68 です。いわゆる低価格帯のテスターのようですが、機能は充実していて、電圧、電流、抵抗、ダイオード、容量、周波数、トランジスタ増幅率などが測れます。秋月電子では取り扱い終了、ラベルでは3500円です。ここからラスカー社のデバイスが続きます。一つ目は電圧電流ロガーです。乾電池により単体で動作し、電圧電流のログを取り USB 経由で取り出せます。本体にバナナプラグがあるのですが、クランプは添付されておらず、追加で購入しないと動作確認できませんね。秋月電子では取り扱い終了、ラベルによれば 13,460 円です。二つ目は温度湿度ロガーです。こちらも単体動作でデータは USB から取り出せます。バッテリー駆動時間はなんと最長2年とのことです。リチウムイオン電池を使います。秋月電子では取り扱い終了、ラベルによれば 11,700 円です。3つ目はセンサーの専用ビューアーです。 PC なしでも EL-USB シリーズのセットアップをしたり、データの吸い出し、データの閲覧ができるようです。秋月電子では取り扱い終了、ラベルによれば5800円です。グラフィック LCD パーツセットというパーツの組み合わせです。秋月電子の店頭でも見かけたことがあります。これはどうやら過去に販売していたグラフィック LCD 組み込みキットのパーツらしいです。 CRK で横長のモノクログラフィック液晶が制御できるキットでした。パーツ単体としてはモノクロ液晶が流用できそうですが、このグラフィック液晶はパネル駆動用のクロックを供給する必要があって、ちょっとだけ回路が増えてしまいます。商品ラベルによれば420円です。ピコテクノロジーの USB オシロスコープ、ピコスコープ3204です。 PC と USB で接続して PC 側のソフトウェアから操作表示するタイプですね。周波数帯域 50MHz、 サンプルレート毎秒 50MHz サンプルです。このラインの現行商品は 3204D で、3204は2004年リリース、すでにメーカーサポート終了でした。ただし対応ソフトウェアは2023年まで更新があるので、動作確認はできそうです。秋月電子では取り扱い終了、ラベルの表記は83,000円でした。インストラスターの USB オシロスコープ ISDS220B です。低価格高性能を売りにしている商品のようです。周波数帯域は 60MHz、 サンプルレートは毎秒 200MHz サンプルです。同社の 220A にはない DDS 信号発生機能もついています。秋月電子での取り扱いは現在はないようで、ラベルでは 22,600 円でした。最後にいつものです。パーツがぎっしり詰まったお楽しみ袋ですね。表面実装部品が散乱していますね。開封には気をつけないといけません。ちなみにお楽しみ袋は過去の配信でも開封しているので、ぜひ見てくださいね。福袋の中身いかがでしたか？まだ動作確認はしていないので、動くかどうかは不明ですが、ワクワクの中身であったと言えます。ちなみに金額としては合計で 232,280円分の商品が入っていました。すごい。今現在でその値打ちがあるかは別問題なのですが、なんだかとっても嬉しいですよね。ツイッターで他の方の開封報告を見ると、これ以外にもバリエーションが結構あるようです。使える使えないに関わらず、
知らないデバイス、部品に出会えるという体験も含めて、とてもお買い得で楽しい福箱でした。このチャンネルでは、こんな電子パーツ、デバイスにワクワクしながら、物を作ったり、仕組みを探索したりしています。今回紹介したものも、そのうち登場するかもしれませんね。ぜひ高評価、チャンネル登録、Twitter のフォローをお願いします。では、次の動画でお会いしましょう。またね。